します。米山隆一君。はい、それでは会派を代表してご質問いたします。まず国籍法第3条第3項の規定についてお尋ねいたします。で、せっかくですので、これ、事例ということでお伺いしたいんですけれども、まず、アメリカ国内で、ちょっと事例で恐縮ですが、結婚していない日本人の父 A と、アメリカ人の母 B との間に子ども C が生まれました。で、日本において日本人の父 A がこの子ども C を認知したといたしますと、アメリカは独自主義で、日本は血統主義ですから、子ども C は自動的に二重国籍を有します。そしてその上で、この子ども C が国籍法第14条の義務を履行するために、アメリカ合衆国の手続きで国籍離脱をした場合に、この子ども C は日本単独の国籍になります。で、ここで手続きについて お伺いしたいんですけれども、法務省のホームページを見る限り、国籍法第3条第1項による届け出は、認知した日本の父の戸籍、出生届、認知に至った経緯の真実書、解体時期における渡航歴、その他親子関係を認めるに足る資料とされているんですけれども、このその他というのはいろいろあるから、その他として、この全般の4つ、戸籍と出生届と真実書と渡航歴という、これだけで十分であれば、その他のとして DNA 鑑定は必須ということではないという理解でよろしいんでしょうか。金子民事局長。認知された子が届け出によって戸籍を取得するためには、認知したものと異の間に真実の親子関係があることが必要でありますが、そのことを認定するために、DNA 鑑定の結果を添付するなどの資料を要求するということは、実際しておりません。米山隆一君。はい。で、そうしますと、午前中の参考人の、参考人のご意見とか、お話でもあったとおり、当然それは真実等々ですからね、エピソード的なものですから、後になって、いや、違ったってことはありうるんだと思います。また、DNA 鑑定を必須としたところで、それは誰か偽の DNA 鑑定書を持ってくるといいますかね、他人のサンプルを出すなどとして、後からその事実が判明するっていうことはありうるんだと思います。一旦国籍を取得した後、お話もありましたし、事例もありましたが、後で事情が分かるということは当然ありうると。ということになるわけなんですが、そういったふうに、一旦今ほどの子ども C が、今ほどの事例で子ども C が一旦日本国籍を取得した後に、何らかの事情で、いや、これ違うぞって判明したら、この子ども C は、先ほどの事例にもありましたが、確認ということで無国籍になるということでよろしいでしょうか。金子民事局長。委員が挙げていただいた事案について、子 C が日本国籍およびアメリカ国籍以外の第三国の国籍は有しないという前提でお答えします。事後的に父の認知が事実に反することが明らかになった場合は、認知による国籍取得の届け出の効力が生じませんので、認知された子は日本国民でないということになります。また、子 C はアメリカ国籍をすでに離脱しているため、国籍の回復手続きなどがされない限り、無国籍者となるということになります。はい、米山隆一君。はい。で、今ほどのアメリカの話なんて、いかにもありそうな話なわけなんですよ。そんなに特異な事例じゃなくて、十分無国籍はあり得るってことなんだと思います。で、この無国籍になった場合、子ども C はどうなるんでしょうか。在留資格っていいますかね、日本にいる資格ってあるんでしょうか。西山出入国在留管理庁次長。日本国籍が認められなくなった場合には、当初から在留資格を有していなかったということになります。米山隆一君。で、有していなかったらどうするんですか。有していないその人を一体法務省としてどうされるのか、どうするのか教えてください。出入国管理庁西山次長。日本国籍が認められなくなった者は退去強制手続きを受けることになります。もっとも退去強制手続きについてこれをどのように進めるかは個別の事案によるところでございます。例えば、児童については原則として収容しないということをとしていることのみならず、その児童の看護に必要な親がいる場合には、その親が退去強制事由に該当するときであっても収容することなく手続きを行っております。退去強制手続きにおいては、外国人が
在留を希望する場合などに十分に主張できるように慎重な判断がなされるようになっているほか、待機強制自由に該当する場合であっても、法務大臣の裁量により在留特別許可をされる場合がございます。米山隆一君。はい、まあ、結局、まあ、個別で考えるしかありませんっていうことですよね。無国籍なんですから、その退去しろったってどこにも退去しようがないわけですの でちなみになんですが、この判明するときね、午前中の話でもありましたけれども、いや子ども C と言ってましたけれども、いや子ども C もう20歳になって、まあ、なんなら18歳でもう16歳でもね、もう結婚していましたと。で子ども C がもはや結婚していて、しかも子ども結婚する相手はですね、アメリカ人だと。でアメリカ人と結婚して孫 D が生まれていました。でそうしますと、この子ども C が、まあ、日本人だったら孫 D は日本血統主義ですから日本国籍を持ちますけれども、いやこのもう孫 D が生まれてから子ども C がやっぱり認知は違いましたということになりましたら、この孫 D は日本国籍を失うってことはよろしいでしょうか。また同じようにこの孫 D もですね、この事態が判明する前にアメリカ国籍を離脱していたら、この孫 D も無国籍になるってことはよろしいでしょうか。金子民事局長。お答えいたします。この D につきましては、出生による国籍取得が問題になります。で、孫 D がアメリカで出生しているなどによってアメリカ国籍を取得するといった事情がない場合を前提にしますと、関係しそうな日本国籍の取得の要件としては出生の時に父または母が日本国民である時というのがありますが、父 C が、いやごめんなさい、C が性別関係なかったですね、 C が先ほどの理由、認知が無効とされたことによって、日本国民でないということになると、これを理由に、D が日本国籍を取得するということはないと思います。それからアメリカ国籍も取得してない、あるいは失っているという条件の下では、D が無国籍となる可能性が高いと考えます。米山隆一君。はい、やっぱりこれも、まあ、同じような話で、そんなに異様な事例じゃないんですよね、割にありがちな話であるので、ありがちな話でそんなことが起こりうるんだっていうことになろうかと思います。でちなみに、まあ、先ほどその強制退去の話について、まあ、無国籍だったら強制退去ないって話だったんですが、まあ、逆にこれ、今ほどの話が、このアメリカ人との結婚だと、アメリカ人 のアメリカの国籍を離脱みたいな話がありうるとして、まあ、無国籍にならず、例えば韓国人の方と結婚されていて、でまあ、日本国籍は失うんだけれども、まあ、日本国籍を失った時点で、じゃあ今度は韓国の国籍が残りますみたいな話になった場合に、まあ、要はこの認知無効によって韓国籍だけが残りました、今まで日本国籍があると思っていたんだけれども、まあ、それがないから韓国籍だけ残りましたみたいになったときには、それは韓国にやっぱり強制退去になるんでしょうかね。西山出入国在留管理庁次長。今委員がご指摘になった限りにおきましては、韓国国籍が認められたとしても日本における在留資格を付与されていない状態になりますので、日本に在留されたいということであれば適切な手続きを取って対応することになると考えています。米山隆一君。はい、まあ、つまり適切な手続きを取らなきゃ韓国に行けと、まあ、言われかねないということですよね。でちなみにやっぱりこの認知無効の手続きって非常に、まあ、きちんと定まっていないですし分からないんですけれども、まあ、例えばそうですね、今ほどのお話で、いやその認知が事実でないと、いや実は俺が父親だから認知が事実でないことを知ってるっていう人がいたとしています。でそうするとその人は一体全体その認知は事実でないっていうことをどういう手続きをして、いやあの認知は実は事実じゃないんだってことを言うのかと、でかつそれはいつまでできるんだっていうことは、まあね、伺いたくなるわけなんですが、この誰か詩人 X という方がこの認知は無効で事実でないってことを把握した場合に、一体その人はどういう手続きをすることになるんですか。金子民事局長。
その私人がですね、ある認知が真実でないくて無効じゃないかというようなことを主張する方法っていうのはちょっと私どもでよく分かりませんが、少なくとも国籍の取得の有無という観点で問題とされる場合は、通常は公的な機関からの通知が市区町村長にされるということを端緒にするということになってますので、何かその特定の私人がですね、あそこの認知はおかしいんじゃないかというようなことで何かその積極的に我々の方として調査をするとかいうようなことは想定されないと思います。米山隆一君。いや、それはすごく想定されるんですよ。相続がありますから。いや、相続を契機に、私弁護士だからそういうの多々あるんですけれども、相続を契機に、いやいや、あいらは実は息子じゃないんだっていう話はあり得るんですよね。だからそれを想定しなくていいんですか。そのじゃあ全く、じゃあ私人が、いや違うぞと、国籍法3条3項に基づいてあれは嘘だと思っても、いやそれはもう何もできないっていうことなんですか。それともそれを警察に言ったら、それは警察からじゃあ叱るべき公的機関に行くんですか。金子民事局長。少なくとも相続等の民事上の問題であれば、今回認知無効の主張できるものの範囲を限定しましたけれども、主張できる範囲であれば訴えを提起するというようなことで民事上の決着は図られるということになります。国籍のをめぐる公法上の法律関係については別途を考えるということになります。はい、米山君。その別途をどうするんですかって聞いてるんですけど、民事でやったら、民事がじゃ確定したらいきなりじゃあ突然無国籍になるんですか。西山出入国、ごめんなさい、金子民事局長。金子民事局長。民事上の判決と必ずしもリンクするわけではありません。米山隆一君。つまり観光出入国管理庁ですか。どっかが突然動かない限りは、民事上その認知無効だってなってもそれは関係ないっていうことでいいんですか。西山出入国在留管理庁次長。入管庁といたしましては、この認知の有効無効等を判断する立場にございませんので、もし委員をお尋ねのような事案で情報提供がございまして、それに基づいてですね、その対象の方が外国人であるというふうな取り扱いを直ちに行うことはありません。ただ、そういった情報提供を受けましたらですね、例えばですけれども、虚偽認知という問題もございますので、警察に通報するなり、あるいは法務局にご連絡をするなりという対応は考えております。米山隆一君。そう、国籍法第20条で偽装認知でも虚偽認知の罪はあるんですね。じゃあこれも刑事罰が決まったとか、それは関係ないってことですね。刑事罰が決まったって、やっぱり国籍があるかないかは、相変わらず分からないっていうことでいいんですか。金子民事局長。刑事罰が決まったことをもって、とりも直さず国籍がなかったということではないと思います。そのような有罪判決があったということが端緒になって届け出がされ、市区町村長の通知にされたことをきっかけに、その国籍認知の効力を判断するということはあると思います。はい、米山隆一君。で、そうしますとね、結局手続きはどこで行われているかというと、各市町村長なんですか、それとも法務省なんですか。手続き、何か誰かが、いや違うぞって言った場合に、それはどこでどういうふうに誰がやるんですか。はい、じゃあ法務大臣にも。はい、話法務大臣。今いろいろとご指摘ありますが、まず
あとでも今日は議論になることなんですが、これ今回の取り扱いで新たにそうなったというわけではないということはまずご理解をいただいた上で、例えば認知無効の訴えというのがこれが確定する、ね、それが法務局に何らか形で通報があって法務局において国籍を削除する、まあ、そういうような行政行為を行う、あるいは刑事事件でその虚偽であるということが確定する、まあ、それが通報がいくことによって法務局においてその国籍の削除というようなことをやる、まあ、いずれにしても法務局においての行政行為ということになります。米山隆一君。でそうすると法務局の、まあ、担当官がその場で判断するってそういう理解でいいわけですね。誰がどうやるんですかって、法務局 の、 なんかそのたまたま担当官がやるってことですね。はい、金子民事局長。まあ、何らかの端緒があって、で、市区町村から普通連絡があって、でその上で戸籍の記載が法律上許されないものとか、あるいは記載に錯誤、あるいは異論があることを発見ということであれば、最終的にはその戸籍の訂正という形に結びついていくということになります。でその効果はその時に、国籍を失うのでなく初めから国籍を取得していなかったということになるので、ここに何らかの行政行為は想定されていないということになります。米山隆一君。そうしますとね、いやそれ、いや そもそも今そのいや虚偽だってことは前提になってますけれども、これまたさらにいや虚偽だって言ったけど虚偽じゃなかったってことはあり得るわけですよね。いや俺が父親だって言ったけど実はその人父親じゃなくて、でそうすると今行政行為ですらないので、一体全体それに対してどうやって子ども C は異議を唱えるんでしょうか。一体全体誰にどう異議を唱えたらいいのかと、まあ、行政行為ならまだしもその行政処分できるかもしれないんですけど、行政行為でもない刑事でもない民事でもないってなりますと、このもし偽の告発をされた場合に、いや偽の告発で認知は嘘だって言われた場合に、一体全体この子ども氏はどうやってそれに対して異議を唱えるのか教えてください。金子民事局長。まあ、ある程度ですね、なんていうんですかね、確実性のあるような端緒がないと我々の方で、もともと認知が無効だったという認定が難しいと思います。で、その認知をした方の人についてはかなり手続きが、例えば刑事罰されるなら刑事手続きから、民事訴訟であれば民事訴訟の中で主張される機会できる機会あると思いますが、確かに今おっしゃった認知された子 C の側からするとなかなかその防御するあるいは反論する機会というのはないというのが現実かと思います。米山隆一君。はい、でまたさらにですね、これそうやってはっきりしない中で、まあ、この X さんがですね、いやあいつは日本人じゃねえんだっていう、まあ、噂だけ立てて、ね、噂ならまだしもですね、例えばその X さんが実は子ども C と雇用関係を結んでいてですね、いや雇用関係を結んでたんだけれども、いや実はあの人向こう国籍ないんだから在留資格なくて労働ビザないんだよって言って、実際まあお金を払わないとかっていうことは可能なんですかね。まあもし仮にその認知が本当に無効だとして、虚偽認知だってことをその X さん本当に知っていて、いやだって俺が父親だもんと、だからあいつは違うんだってことをちゃんと知ってたとして、じゃあこのそれを知ってると、でしかも法律上無効ってのは誰にとっても無効なわけだから、いやそうすると私はそもそもあなたはその遡って無効なんだから、まあ、それはもう私はお金を払う必要ないっていう、そういう主張は通るんでしょうかね。葉梨法務大臣。まあ、ずっと議論やり取り聞いておりまして、まあ、先ほど私行政行為と申し上げましたのは行政機関が行う、まあ、事実行為と、まあ、そういう意味で申し上げたんですけれども、今のお話ですとですね、遡って確かに国籍というのは削除されるわけですけれども、それと雇用関係における契約というのはまた別物ではないかなというふうに思います。米山隆一君。はい、でまあ、ここまでで終わりにしようと思うんですけれども、
まあ、何を言いたいかというとですね、どう考えても法に不備があるでしょうっていうことだと思うんですよ。それは例外的な事象で、先ほどね、午前中の話もやっぱりありましたが、法に不備があったって例外的な事象だからその場その場でやればいいって言いますけれど、とおっしゃられたような気がするんですが、それはやっぱり法を作るものとしてそんなことではいけないでしょうと。やっぱりこれちゃんと手当てをして、そういったよくわからない、それゼロにはできない事態を、よくわからない事態が生じないようにすべきだと思われます。でしかもその方法は比較的、まあ、なんて言いますか、そんなにおかしなことをする必要はなくて、この認知を無効って言える期限を区切ればいいとかですね、でそれは最初から無効じゃなくて、ちゃんとなんか手続きを定めて、それで定まったら、そこから訴求、そこから初めてその効果が生じるっていうふうにすればいいわけですよ。でしかもその中で無国籍の時にはその国籍なくならないとすればいいわけなので、ぜひね、やっぱりこういう穴のある法律をそのままに放っておいてその場でやりますなんていうのは正しい、それこそ法治国家としていかがなものかと思いますので、ぜひ新しいきちんとしたこれに対応する修正なり法律なりを作っていただきたいと思うんですが、葉梨法務大臣のご見解を伺います。葉梨法務大臣。この点について、実は法制審議会でも議論がございました、それで今回ですね、民法において、その認知無効の訴え、これについて期間を定めるとか、あるいはですね、出訴権者を限るとか、そういった規律を新しく導入することになったわけなんですけれども、確かにですね、パブリックコメントの段階で、そういうような規律を、じゃあ国籍法の世界にも導入すべきではないかというようなコメントがあった、それについて法制審も議論が行われたんです。ただですね、やはり先ほどもちょっと議論になってましたけれども、必ずしもその認知無効の訴えということだけで、認知が無効になる、取り消されるということではなくてですね、例えば偽装の認知の場合なんかは、刑事罰の過程でさっきも言ったように、そういうことが事実が分かる、そうなりますと、偽装認知の場合ですと、これは法制審の議論というより、ちょっと私の意見ということになるわけですが、偽装、捜査もやってました、ね、偽装認知の場合ですと、偽装した側がグルだという場合もあって、認知無効の訴えを起こすかといったら、なかなか起こすという場面はないんじゃないかというふうに思われるわけです。いろんなこともございまして、私自身、法制審の議事録を読ませていただきましたけど、民法での認知に関する規律を国籍法に取り入れるということについては、現段階でそれを取り入れることは、しないで、やはり別途ですね、国籍法の世界と民法の世界は切り分けていくべきであるというような議論があったというふうに承知をしています。もちろんだからといって、今の国籍法の規律が、午前中も近藤委員の陳述だけは私、聞くことができましたので、についていろんなご意見があるというのをよく存じ上げています。ですから、先ほど個別の事情ということで、米山委員、言われたわけですけれども、しっかり個別の事情を踏みながらですね、日本で生活して、あるいは教育を受けていた。そういうような子どもたちが不利益を被らないように、私たちとしてもしっかりと入国管理行政の面でも、あるいは帰化とか、あるいは国籍を本国に紹介するとか、そういった面でもですね、適切な対応をしていかなければいけないなということは痛感をしております。金子民事局長。1点だけ訂正させていただきます。先ほど戸籍の記載について、訂正等をする主体、私もしかすると法務局と申し上げた場面があったかもしれませんが、主体は市町村長と市区町村長ということになりますので、はい、訂正させていただきます。米山隆一君。はい、ね、分かりましたが、それはやっぱり非常に穴のあるところで混乱するところですので、それはもうこの3条3項をつけないなり、修正するなり、立法するなり、きちんと対応すべきだと思います。もうあと時間だいぶ少ないんですが、もうばっと言いますけれども、葉梨法務大臣、先般ですね、話がゴルフ大会につきまして、いや、それはアドホックな会員が見つかった、会員がやったことだから、俺は関係ないんだとおっしゃいました。はい、おっしゃいました。でその週刊報誌で報道されたところにですね、主催、葉梨八代後援会って書いてあったら、これは誤記だとおっしゃいました。なんだ、じゃあ、それはそうしましょう。でちなみに、ここにはもう一つで連絡先として、茨城県取手市新町4-2-33っていう連絡先も書いてあったわけです。
テレあの電話番号は消されてましたけれども、でこのね、あの連絡先、あの住所なんだろうと思って、あの田橋法務大臣の話し合しろ講演会収支報告書を見ますとね、その住所にあるわけですよ。あじゃあこの結局、このアドホックな方々は、連絡先を話し合しろ講演会にしたわけですね、それでいいですね。話し法務大臣。これ、新潮社に対して取材ありまして、その回答でですね、当該ゴルフ大会の準備運営については、話し講演会ゴルフ大会実行委員会の求めに応じ、話し康弘事務所の職員が運営のお手伝いや連絡等の業務を担ったことがありますというような回答もしておりまして、これはもう便宜的に私のどもの事務所の電話番号を連絡先というふうにしたものに過ぎないです。米山隆一君。ちなみにその話し康弘講演会 の収支報告書を見ますと、代表は話し康弘さんなんですね。話し法務大臣なんですよ。そうすると話し法務大臣、その どんな業務をしたか知ってるはずなんですけれども、どんな業務されたんですか。便宜的にやられたってことは、大会運営を全部やられたってことでいいんですかね。話し法務大臣。話し康弘講演会というのは5期であるということについては、先般申し上げさせていただきました。あくまでこれは話し康弘講演会とは別の話し講演会ゴルフ大会実行委員会という親睦の団体ですから、話し康弘講演会とは全く異なった団、異なるもので、あくまでもアドホックにやりたい人が集まっている親睦の団体、まあ、団体というよりですね、アドホックに立ち上げた、その都度立ち上げるというものであります、まあ、団体という言い方もちょっと恒常的な団体でもございませんので、聞いてないね、そろそろ正確ではないので訂正をいたします。米山隆一君。それ聞いてんじゃなくてですね、そのアドホックな実行委員会が話し合わせる講演会にお仕事を依頼したんですよね。でそのお仕事を依頼したその講演会の代表は話さんなんです、ね、でしかもその時の会計責任者渡辺さんっていう人も、これは今度は話さんの第三支部ですかの会計責任者もやっていらっしゃるので、要するにどんなお仕事をそのアドホックな人たちから依頼されたか、話さんは全部把握してますよねって聞いてるんです。話法務大臣。話康弘講演会という講演会という団体に依頼したということではないんですか。実行委員長の長は思ってないと思います。あくまで話事務所で手伝ってくれないか、でそこで話事務所の職員もお手伝いをしてくれないかということだろうと思います。米山隆一君。で、あくまでそうおっしゃるのはそれでいいんですけど、じゃあ今ほど配りました資料のところで、これは話康弘法務大臣のブログから取りました。これ平成23年ですけど、10月24日は毎年恒例の講演会ゴルフ大会、おかげさまで約350人の参加を得て開催することができたと書いてあるんですよね。これも5期ですか。話法務大臣。毎年恒例のというのは、ほぼ毎年のように行われているということで、確実にですね、毎年同じ時期に行われているというものではございません。まさに講演会の皆様が、そこに看板も出ているかと思いますが、話康弘講演会ではなくて、あくまで話講演会ゴルフ大会ということで、講演会の皆様が親睦のために350人集っていただいた、大変ありがたいことだというふうに思います。はい、米山。いや、話大臣ね、これは話講演会って書いてあるけど、話大臣自身がブログに毎年恒例の講演会ゴルフ大会って書いてるんですね。これもじゃあブログも誤記したんですね。話法務大臣。話講演会ゴルフ大会という親睦で集まった方々の団体で、話というのを略して講演会ゴルフ大会と書かせていただいたんです。米山隆一君。つまり話法務大臣は話講演会ゴルフ大会と言ったとしても、それは講演会でやったんじゃない、それをみんながそう言っていいという主張をしてるんですね。話法務大臣。話康弘講演会という政治団体はないんですよ。いや、話講演会という政治団体はないんです。話康弘講演会という政治団体はございます。で、話講演会ゴルフ大会というのは、話講演会ゴルフ大会、まさに字の通りなんで、講演会の方々が自主的に集まったものなので、
花市康弘後援会ゴルフ大会というような名前も使っていないということです。すみません、ちょっと金山隆一さん。はい、はい、ね、まあ、もう一言だけですけれども、話大臣ね、それはさすがにひどすぎませんか。いや、もうその、まあ、同じことで、まあ、あれなんでしょうけど、その主張が通るんだったら全部それで通りますよ。いや、そもそもじゃあ後援会主催のゴルフ大会ってありえるんですか。ありとあらゆるものはそんなもん、いや、そのね、やりたい人がやったわけだと、後援会やらないんだと、199条かな、公職選挙法199条の5なんてものはないんだって、そう言ってるの一緒でしょ。いや、それあまりにひどいと思いますよ、私。で、もう一度聞きますけれども、じゃあ、この花氏康弘さんが、このブログで書いた毎年恒例のゴルフ大会っていうのは違うんですね。今の聞いたのもう一回言わなくていいんですけれども、ちなみになんですよ、ちなみにこの、10月24日、恒例で大会されてるらしいわけですよ。だって自分で恒例、毎年恒例でゴルフ大会って書いてるんだから。ね、にもかかわらず、この10月24日、ほぼ10月、次の平成28年、10月17日にやってるんですけど、多分これ、ほぼ毎年10月にやってるのに、アドホックに集まった人たちもまた10月にやるんですか。なんで、ちゃんと講演会のゴルフ大会、恒例でやってるのに、また別にやってるんですか。それとも、大臣が言ってる、恒例のゴルフ大会というのは、毎回、全部アドホックに集まってるってことなんですか、どちらの主張なんですか。花氏法務大臣。10月にと言ってもね、おっしゃられますが、これ、確かですね、週刊新潮にちっちゃく私どもから提供した資料で出てたものの、開催日は12月ですし、また週刊新潮にこの話講演会の実行委員会です、しかも主催は事務局、実行委員会事務局ですよということで、しっかり訂正したものを週刊新潮に提出したものは3月ですし、月によってもまた毎年ですね、毎年のようにやるということであって、毎年毎年必ず同じ時期にやっていたとか、そんなものではありませんで、やはりゴルフ好きの方が親睦のために、ああやろうというふうに集まって、アドホックに作った実行委員会だというふうに思います。これで終わりますけれども、時間ですから、あまりにも残念ですと。法務大臣自らね、そうやって脱法行為であり、あまりにもありえない言い訳をし続ける、自分がブログに書いたことにすら反するようなことを堂々と国会の場で言うということに対して、極めて残念ですと言わせていただいてよ。残念ですよ。なんで笑ってられるのか私分かんないですよ。ちゃんと説明してるじゃないですか。説明なってないでしょう。なってますよ。そんなありえないですよ。ありえるんですね。米山さん、分かりました、結構です。これで質問終わらせていただきます。山田勝彦。